アシュラガールは、毎城、王太郎の長編小説。2003年に新潮社より刊行。第16回、三島幸夫賞受賞作。現在は、新潮文庫に収録されている。女子高生、愛子の一人称で語られる小説で、上絶なガールズトークが特徴である。三島賞では、宮本明が、下凡で不潔な文章。 知滅裂な大きなエネルギーを持て余していて、まだ人に見せる段階じゃない、お子様相手と酷評し、受賞にも反対した。一方で、福田和也は、三島幸夫の名を冠する賞から、舞城を送り出せてよかったと絶賛し、筒谷須タも、現代の女子高生の言葉遣いを効果的に使っていると評価した。島田正彦は、 ブーイングを浴びることで輝く高猾な作品と評価した。覆面作家である舞城は、この受賞により初めて、こうの場に出るか注目されたが、結局受賞式には現れず、コメントだけ寄せた。舞台は、東京都調布市。女子高生、愛子は、テクニックがすごいという噂の同級生、佐野と、好きでもないのにセックスをしてみたはいいが、 あまりにも下手で全然生還を得られなかった。顔面に射精されそうになり、自尊心を傷つけられた愛子は、佐野を足下にし、ホテルに置き去りにする。翌日、佐野の一件で、同級生たちに臨時されそうになるも帰り討ちにし、佐野の行方不明を知らされる。佐野の家族の元に切断された指が送りつけられて、きたという。愛子は、幼馴染みで思いを寄せる幼児と一緒に、 犯人探しを始めようとする。一方で街では、連続幼児殺人犯、ぐるぐる魔人が暴れており、匿名掲示板、天の声では便乗した、中学生狩りが始まり、愛子が住む調布市は、アルマゲドン状態となっていた。アルマゲドンから脱出し、谷を渡るために、ヘリコプターに乗る、崖。愛子の第二の人格とも呼べる、シャスティーンとその友人が、 魔物がいる森に迷い込む森。そして幼児殺人犯のぐるぐる魔人。三津の川から戻ってきた愛子が、これまでの経験を振り返り、愛の大切さをかみしめる。第16回、三島幸男賞選票宮本明、お子様相手第16回、三島幸男賞選票福田和也、まだ見ぬ者への維譜。第十六回、三島幸雄章先表、筒井康隆。 アシュラガールを世代16回、三島幸雄賞選票、島田雅彦、アシュラガール男。ありがとうございます。